公外化または公外化とは、死因が超音点で超音されると同時に、前絶面が公外に向かって盛り上がって近づく現象のことである。母音、愛と超音器官の形が似ている。例えば、日本語では、か、か、と、き、き、の芯は同じものと考えられているが、実際に発音してみると、き、くじいは、か、かに対して、 全絶面が高校外に向かって近づいているのがわかる。つまり、気を発音するときに口外化が起こっていると言える。口外化が起きる原因は、口外化の起きる音に続く音による。一般的には、i e の前で口外化が起きやすい。口外化は、世界中の言語で見られる現象である。特に、スラブ語派では、 ほぼすべてのシーンで公害化音と非公害化音が対立した別音素であり、またこの5波の大きな特徴の一つである。キリル文字では、母音を伴う公害化したシーンを表すのに、何母音を用い、母音を伴わない公害化したシーンを表すのに何音符を用いる。その他にも、歴史的に公害化が進んだ結果、別の音素が生じた例は多い。 例えばラテン語から文化したロマンス諸語では、K、G の公害化によって C、G が様々に発音される。英語のチャーチ、チーズにおける CH も、小英語以前の段階における K の公害化によって生じたものである。日本語では母音、愛が後続するシーン及び、陽音のシーンで公害化が常に起きる。言い換えれば、五十音表で異端になるかなに公害化が、 発生する。具体的に言えば、きし、ち、に、ひ、み、り、ぎ、じ、じ、び、ぴといったかなでは、そのシーンが常に公害化している。なお、作業、待機とそれらの濁音では、公害化が進んだ結果として公害化シーンは、非公害化シーンとは別の音素になっており、打業の公害化シーンはさらに座業の公害化シーンへと合流する変化が起きている。 この他方言によっては、木が地に変化する例もある。公害化は国際音声記号では死因に補助記号をお付けと表記する。音素、非音素。ありがとうございます。